こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。さあ、富山の撮影、やっぱ新米町美味しいね。新米うまいね。何食べてもうまいわ。ほんと、もう秋の幸を ね存分にいただいてます。いや、ほんとですよ。お腹いっぱいです。幸せです。でも、まあ、もうちょっと食べたいね。東京帰りたないわ、もう。じゃあ、だもうおられ。行けよって。俺持って行けもうちょっとおっていけ。あと200、3日ぐらいね、ゆっくりしていきたいね。ゆっくりしていきたいね。もうちょっと満喫したよね。ちょっと、もうちょっと富山の幸を ね味わって。まあでも、あの、我々米携えて帰ります。はい、すみませんが、ね、はいはい、今日何作ってくれます。今日は五目ご飯。あ、いいですね。意外な五目ご飯って、あの、私、炊き込みご飯のさ、スペシャリストですからね。プロフェッショナルですかあんたの炊き込みご飯じゃ失敗ないからね。そう、本当に炊き込みご飯みんな気に入っていただいて、美味しい美味しい食べてもらえるんだけど、五目ご飯までやってなかったわ。やってないじゃん。だってそれイタリアンかって話になっちゃうもん。そうやね、だからやってないんやよ。そうやね。でもちょっとイタリア風にすっちゃいいねか。はい、五目ご飯ならぬ、今日はね、すっごい美味しいお出汁が出るドライトマト。まああんたの炊き込みはそれ欠かせんからね。6目目ね、1、2、3、4、6目目ドライトマト入れて。それ入れたら間違いないね。あの、普通ね、普通五目ご飯って椎茸やん。あの椎茸で旨味出すんよ。なるほど。でも旨味の塊、イタリアを代表する、ね、旨味の塊でドライトマト。こんな 黒なっとくから。椎茸もグアニル酸。これグアニル酸、あとはグルタミン酸。で、椎茸も同じ。あ、ほんと椎茸の香りなんやね。同じ椎茸の香りなんが。すごい。だからね、あの、椎茸一緒に炊く五目ご飯じゃなくて、ドライトマトと一緒に炊く五目ご飯。で、オリーブオイルを入れて、ちょっと洋風な感じね。ニンニク入れてね。あ、いいっすね。洋風ですよ、洋風。はい。食材、チャキ米です。取れたての新米、そして鶏肉、人参、しめじ、にんにく、油揚げ、ごぼう、塩、胡椒、ドライトマト、オリーブオイルです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。こちらも合わせて登録お願いします。はい、それではまずね、人参からカットします。もう、人参皮ごとでいけ。いっちゃうよね。皮に栄養がないもん。皮に栄養が、栄養がないね。人参、お米と同じぐらいのサイズです。約4分の1本。あの、やっぱ五目ご飯ちゃう、米と馴染むようにね。ちょっとサイズを合わせるのが大切ですか。はい、もうリゾットと一緒よ。ああ、確かにな。リゾットの玉ねぎと一緒ね。人参はお米と同じぐらいのサイズで角切りします。確かにリゾットと炊き込みなんて遠からず近からず、なんか近いよね。だからね、あっちは煮る、こっちは炊く、ね、一緒よね。お米の国ですよ、どっちも。実はリゾットでもなんか五目ご飯茶美味しいよね。五目ご飯茶でも俺最近全然食べんわ。そうけ。家で出てくることないし、俺も作らんしさ。あ、そうか。うちたまに作っとって。あ、作っとん。そう、余ったもいただくと美味しいやろ。美味しいな。いいね。昔から大好きやった。でもなんかやっぱ、あの、白米ももちろん美味しいんやけど、新米こうやって炊き込むご飯にするのがもううまいね。うまいちゃう。しかも秋の味覚と一緒にさ。間違いない。今日で言うとキノコとかごぼうとか。まあ年中取れっけどな。それ言うたらもう何もできんよな。オッケー。人参こんなもん。さあ、ごぼうね。ごぼうも美味しいよね。炊き込みご飯に欠かせん。ごぼう、皮ごといっていけ。いっちゃう。はい、ささがきします。洗ったんやろ。洗った洗った、綺麗に。俺洗ってなくてもいいけど。あの、やっぱごぼうのさ、土臭いがうまいやん。確かにな。ね、炊き込みご飯って結果それなんよね。このちょっとこう根菜のさ、香り。俺、五目ご飯の何がかけてもごぼうだけはかかんほうがいいなと思う。そうだね。そうまんけ。いや、あんた何かかいていいけ。人参。人参け。人参かいてもいいわ。で、一番かいちゃダメですわ。油揚げ。あ、油揚げけ。あ、そう。油揚げ好きな。油揚げも欲しいね。でも油揚げ欲しい。うん、でも本当は一番かいちゃいけんが椎茸ね。うまみやもんな。確かにの。そう、本当は椎茸。あいつありきで話しとくかさ。うん、でも今日はもう椎茸の代わりにドライトマトでしょ。そうや。逆に言うと椎茸とドライトマト入れたらなんか最強な気もしないでもない。そうね、ちょっとどっちも入れたいよね。うん、なんならね、今日はドライトマト洋風ですからね。はい、椎茸入るのなかなか和の感じが強くなる。強くなるね、ほんとね。日本もそうだけどね、ヨーロッパ、イタリアもキノコ文化だから。うん、さあ、これで4分の1ぐらいやね。ごぼう、もういい香りしとるわ。で、あんたの大好きな油揚げ。ほんとよ。油揚げは2分の1枚使います。はい。トンビ飛んでこんかね。おらんやろ、トンビは今。いや、よ、飛んどんやけど、おさの持ってかれっけ。もう持ってかれっちゃう。ほんと。じゃあここ置いとくちゃ。トンビ来んかの。いつでも持ってって。トンビ、でもトンビひるひる言うとるから普通飛んどったら分かるもん。うん、でも飛んどらんの、今日。うん、うちの裏よう飛んどんやん。あ、そう。ジャングルやからの。そう、ジャングルやから。うん、さあ、油揚げも
人参と同じく細かめに切ります。さあ、あっちゅうまやちゃん、もうあとニンニク、よいしょ、ニンニク皮むいて、まあここまではなんかあれやの、日本の食卓やね。まあそれもそうだけど、うん、動画にわざわざせんでもいい工程ずっとやっとんの、さっきからの何よじゃあな、何したらいいのよ。米それ言うたらもう俺の炊き込みご飯全部そうやん。いや、たまに短いがあっていいやろ。あ、いやな、うん、あ、別に何も、 3分でショートでいいよ、今日ショート動画でいいよ。ショート動画でいいか、うん、ショートにして、ただ切っとるだけの動画の、そうそうそう、はい、オッケー、もう準備完了やわ、はい、で、鶏肉はもうこれ1センチ角に切ってあるやつ。あ、切ってあるやつ、切ってある鶏もも肉です、うん、このまま使います。一応まな板はこう、ね、一回洗わんでいいからね。さあ、もうご飯入れていくだけ。はい、じゃあご飯炊いていきます。もう洗ったお米、今水張りました。はい、はい、ここにじゃあ具材入れていきます。これは水分量はそんなに規定通りでいいですか。とまあ新米だからちょっと水多く含んでるから、ちょろっと少なめでいい。少なめね、気持ち。まあでも普通にあの2合なら2合通り炊いてもふっくらちょっと水多めで美味しいです、うん、まあ、他の野菜もあるしね。ね、はい、OK、 まずニンニク入れます。はい、ニンニク入った。ほんで、オリーブオイル大さじ1程度、はい、そして、はい、ラビダのお塩小さじ1。はい、はい、これでもう、イタリアン度ほぼほぼ 90% ぐらいかで、ですです、ね、ニンニクと塩とオリーブオイル、これはあの日本の炊き込みご飯にはナイス、ナイス、ね、これがうまい。ニンニクの味がよう出てさ、ね、あとオリーブオイルがね、そう、オリーブオイル香る炊き込みご飯になります。 OK、 よく混ぜました。じゃあ、あともう具材入れてきます。油揚げ、油揚げもう上から乗せていくだけです。富山ではこれを薄揚げと言います。薄揚げね。で、ごぼう、ごぼう入ります、うん、で、人参、おいよ、絶対うまいね、これ。うまいわ、これ絶対に。こんな簡単にごもご飯できなかったら、あ、これよく考えたら醤油とか入れんがやね。そう、醤油なしよ。うわー、イタリアだね。塩だもん、塩。確かに確かにね。だからやっぱ違うやろ、普通のやつと、うん、そしてしめじ、ちょっと大きいやつは切るか、手で裂きます。はい、 OK、 はい、しめじ入った。で、鶏肉バンと、うん、あの、要は鶏と一緒にご飯炊けど、これもまさに鶏ご飯。さあ、これで準備完了なんだけど、今日の主役の一つ、ドライトマト。そうですね、これ忘れちゃダメですね。もうグルタミン酸とグアニン酸、はい、もういわゆる椎茸の代わりよ、うん、はい、これを刻んで、あの、水に戻す必要 なしね、はい、炊いとる途中で戻っていくから、勝手にで、だし十分出て、ご飯にこうしっかりね、つけて炊いていくんで、水に戻す必要ありません。これもう完熟したドライトマトです。もう旨味の塊。これちょっと色が濃いんだけど、これより完熟しとって美味しいから ね。はい、ドライトマトを散らします。混ぜますか。いや、ちょっと浸すだけ。浸すだけ。もう混ぜる必要ない。上に重なっとればいいから。浸って、で、だん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 お水が沸騰して、うん、で、そうこうしてるうちにドライトマトは勝手に戻ってくから。で、旨味が全部ね、ご飯全体に染み渡ると。OK でーす。じゃあもう蓋するちゃ。あ、これ電源ないわ。まあいいから、とりあえず蓋引いていいじゃん。それ分かっとっちゃう、みんな。どこに電源があるからな。電源ないわ。はい。はい、じゃあ、あの、チャキンチ持ってって炊くちゃ。はいはい、ご飯炊けました。炊き込みご飯な。はい、五目ならぬ六目ご飯ね。六目ね。はい、いけ、開けまーす。どーん。わーい。いつもの感じ。いつもとちょっと違うな。ドライトマトはいつもの感じだけど。でもいい香り、いつもの香り、ね、この香りはないわ。ね。ごぼうの香り。これからですよ。はい、ご飯を起こした時の、ね、新米の香りを楽しんでいただいて。いやー、うまそうですよ。うん、よし。合わせていきます。うわ、うまそうだねー。醤油入ってないけど醤油っぽい色がついてる。ドライトマトの色、ね、ドライトマトの色、ドライトマトの出汁の色です。あ、いい香りがしてきたね。してきます。いや、いろんな香りする。ニンニクの香りもいい香り。さあ、いいね。盛り付けましょうか。いいね、秋って感じがするね。はい、じゃあ仕上げです。ラビダのオリーブオイル、炊き込みご飯にオイルかけると、ね、そして引き立て、そうですね、ペッパーですね。引き立てのブラックペッパーかけると締まります。うん、はい、OK です。完成です。はい、いただきまーす。はい、どうぞ。召し上がってください。美味しいね。やっぱ、うん、炊き込みご飯にじゃあもうドライトマト必要じゃないけ。味よう出とんね。ね。美味しいわ。いや、鶏の味もごぼうの味も全部出とる。あの、見た目とのギャップはすごいね。ね。ギャップすごい、やっぱ。洋風になっとるやろ、うん、味洋風やもんね。このさ、ドライトマトなんかちょっと梅干しみたいでうまいね。ああ、そっかそっか。で、この炊き込みご飯、ワインに合うがよ。はい、合うがよ、ね、本当に合うがよの、うん、これ不思議と合うんよ。これはね、炊き込みご飯、味噌汁いらんがよ。
ワインあればいいが。ほんと、ほんとほんと味噌汁じゃない感じ。うん、おいしい。池田さんどう？ドライトマトを噛んだ時の酸味がすごくいいアクセントになってるし、うん、オリーブオイルでこうお米がコーティングされて一粒一粒がすごく立ってますよね。そうでしょ、うん、ね、ほんと天才だね。これはいいんじゃないですか、天才の称号いただいて、うん、いいですか。天才だね、天才だね、うん、やだなどうジャキ、今回あのロックレシピ最初は焼肉だけど、うん、どれが一番美味しかった？オリーブオイルご飯のあれかな、うん、お3種類、あれ良かったよね、うん、衝撃だった。そうそうそう、ね、ね、オリーブオイルと醤油だけで、いや本当よ、あれは本当ぜひね、まずは具材なしで食べてほしいよ ね。そうするとオリーブオイル本当の新米の美味しさがさ、風味がね、そう立つからね。じゃあ2つ目は、2つ目、うん、2つ目、一番最初の焼肉は普通にあ、何もしたいからな肉焼いて、肉焼いて、まあ、焼肉のタレにちょっとバルサミコ入れるな。それが一番シンプルに新米が美味しかったってことだよね。確かにね、ご飯が美味しくね、いいんじゃないですか。でもどれも美味しかったろ。美味しかった、うん、じゃあちょっとね、あの奥さんに動画見てもらってもう一回作ってもらうと。チャキが作ってもいいよ。分かったあんた去年何か作ったっけ？何も作っとらんの言っちゃう子供が食べれんからの、ね、難しいね、まあ、ちっちゃいからね、の、うん、今日のカチャトラカレーだけあれ多分食べれんから、あれは食べる ね、あれリオタの模様食べとったから、あれはね、うん、そう作ってぜひね、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日いただいたね、うん、白米です、新米。いやー、うまかった。チャキがね手塩にかけて育ててくれて、はい、収穫してくれて、はい、もう精米したてで皆さんのお手元にお届けします。絶賛販売中です、ね、美味しいお米食べてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。